田さん、ここで出ます。はい、じゃあコンシェルジュさん入ります。さあ、それではコンシェルジュさんのコーナー参りますよ。どうぞ自己紹介から。はい、ドッグベルスクール校長の奥田と申します。よろしくお願いします。あれ？今日は肩書きが違うな。なんだろう。今日ね、そう、あのね、ごめんね、私奥田さんに実はお願いして、奥田さんどんなこといつも教えてるのって言って、うんうん、話聞いたらね、こういうアロマとかも教えてらっしゃるんだって、うんはい、なんかワンちゃんになんかアロマがあるよって言って、うん、今の季節にアロマを作ってきていた、うん、あ、そうなんですね。でさっきみんなでね、こうやって嗅ぎ回しをしてて、すごい匂い、癒されるとかって言って、ね、盛り上がってたね。そう、今の時期はやっぱり5月病に、ね、なる方も多くて、新しい環境に馴染みにくい方もいらっしゃるし、まあ、あの慣れてる環境でもやっぱり、ね、周りの人が変わったりすると、はい、ちょっと不安定になりやすいので、まあ、そういった意味であのホルモンバランスと自律神経のバランスを整えるっていうものを入れてきました。ワンちゃん用ですけど、もちろん人間もありますから ね癒されたもんです。こんなことをそれで教えていらっしゃるがゆえの先ほどの肩書きですね。校長先生ですね。校長先生、長くみました。さあ今日はどんなことをお伝えしましょうか。あ、そうですね、あの、おととい、そのうちで教えているドッグカウンセラー養成講座っていうのが2回がありまして、まあ皆さんあの、ね、この時期環境変わったにもかかわらず生き生きと学んでくださるので、その姿を見てて私もちょっと頑張らなきゃなと思いましたけど、元気もらえますよね。そうなんですよ ね、やっぱりこれから始めるっていう方って目が輝いてるし、笑顔が多いので、先ほどの、ね、お話じゃないですけど、そうなんですよ。人間が笑顔になればワンちゃんたちも笑顔を引き出せるので、まず人間を笑顔にするということね、言ってるんですけど、まあ、そういうものをちょっと東京の方でも展開していこうと思ってまして、先ほどのドッグカウンセラー養成講座は今まだ名古屋でスタートしてる感じですね。こちらも少しちょっと軽いところから、飼い主さんたちに、まあ、あのこんなことしてるんですよっていうので、来月ちょっとプライベートレッスンを今日あの企画してるんですけども、それはどんな内容なんですか。1時間予約をしていただくんですけど、今までだったらしつけ相談で1時間とかね、あのアロマのイベントとかそんな感じだったんですけど、あの私の場合は、まあ、アロマだったりハーブ あのご質問とか指導でもいいですし、もちろん従来のしつけもありますし、あとシニアケア、シニアの子だとそれだけ聞きたいって方がいらっしゃるので、まあ、シニアのトレーニングだったりアロマの使い方、ハーブの使い方っていうのだったり、もう何でもカスタマイズしてその方に合わせた内容にするので、何でもいいの？何でもいい、トレーニングはちょっと。あそうです。要するにでもあのこういうものをお話ししますっていうことじゃなくて、はい、自分が聞きたいことを、そうか、知りたいことを、すごいお得じゃん。それは新しいね。新しいよね。で、火曜日はちょっと施設をお借りして、お家でできない方もいらっしゃるので、来ていただいて、あの下北沢の方の動物病院さんのフリースペースをお借りしてなんですけど、はいはい、まあ、来ていただいてと、日曜日は訪問させていただくので、お家の中の環境とか、ここに犬小屋を置いたんだけどここでいいのかなとか、なんかちょっと騒ぐようになったんだけど何が原因なのかっていうのをお家にいた方がこうね、判断しやすいので、それで一緒にできることを探してて改善していくっていうことで訪問のスタイルと。ああすごい、さすがだわね。それでも奥田さんが言ってくださるんですか。あ、もちろんです。東京は私が、でそれを一緒にできる人たちをちょっと探して。ああなるほどね、すごくない。いやすごいね。だから自分のこうスタイルに合わせて来てもらいたいって人にはこうあれだし、そうですね、はい、もういろんな方が、ね、いらっしゃるので、その要望をできるだけ合わせたいなと、そういうのがもともとのコンセプトなので、だってさ、来る人はアウトプットだけすればいいってことだもんね。そしたらそうですね、自分が例えば抱えてるものがどこに当てはまるのかって意外とわからないよね。そうなんですよね、それってしつけの話、病気の話って、だから病気の範囲だったら獣医さんに行ってくださいともちろん言いますし、ね、で他のポリスティックの方が合ってるなと思ったら他の専門家につなげますし、そういうのをちゃんとナビゲートしてくださるってことでしょ、トレーニングが良ければトレーニングだし、ね、アロマが良ければアロマだしっていうのをその場で分かるし、そうですね、で話し合ってできる範囲内がどこかっていうので、
大体トレーニングって皆さんこう偏りがちなんですけど、あんまりマッサージとかで、うん、あのコミュニケーションをつかんでいくとうまく問題行動もこう改善されるケースもあるので、全部が全部ないんですけど、あ、このままなら全然会社に行っておくとひどくないよねって見てあげるのも私たちの仕事なので、うん、まあ、その辺を伝えてあげて会社の気持ちを楽にして笑顔になるとイブがやっぱりいい方向に向くんですよね。なるほどね。そこがね、飼い主さんが気持ちが楽になって笑顔になれればいいってことだね。スケジュールは、決まってるんでしたっけ？そうですね、うん、肝心なところが、うん、6月の7日の日曜日が訪問でさせていただいて、うん、6月の9日の火曜日が、動物病院さんで、うん、はい、ただあの診療のところとか分けてあるので、あの心配なくフリースペースの方に入っていただきますので、病気のこと先生とかそういうのではないので、楽しみだね。はい、詳しいことまたね、ご案内をしましょうね。はい、新しいスタイルだから、ぜひ、あの、私も行ってみたい。こんな私も相談したいことあるの。ぜひ、ご予約を。ピッピッピッ。こちらまで。はい。こちらまで。そのお問い合わせくださいませ。はい。それでは、あ、これなんかね、そう。あ、そうそう。ごめんなさいね。映像とかね。はい、あの、皆さんにいただいた、はい、進展がね、オープンされましたのでね、はいはいはい、この度、あの、メンバーで。そうですね。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。皆様ありがとうございました。はい、小清水さん、奥田さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。